先生、ちょっと時間もらうわよ。先生、今日のお昼は空いてる？アビドスのみんなとお花見に行くんだけど、一緒にどう？勘違いしないで。みんなが誘いたそうにしてたから。あ、そうなの。これが今日のお弁当。あやねちゃんと一緒に作ってて、さっき詰め終わったのよね。先輩たちもそれぞれ準備をしてて。セリカちゃん、追加の卵焼きができたよ。あ、ごめん、もう入れる場所がなくて。そっか、ならつまみ食いしちゃおっか。うん、ブルーアーカイブ。